7月15日は中元、つまりお中元の日だそうです。お中元といえばやっぱりイボの糸かな。カルピス高港と大西の高西屋カルピス。どうも高橋みなみです。どうも大西沙織です。よろずやです。高西屋です。第37回目です。ギリギリ間に合ったやないか。よろず河原版っていう台本あったかね。ちょっと待って。危なかったね。なんとか追いついた。なんとか大西も間に合って、今日も高西屋進めさせていただきたいと思います。お願いします。はい、ディスタンスしてます。ディスタンスしてます。こんにちは。はい。お中元もらったことある？お中元っていうお中元はもらったことないね。へえ。だって子供の頃さ、沙織ちゃんにどうぞって言ってもらわなくない？確か家にもらったことある。そう、うん、それもある、うんうん、ハムとかさ、ね、ハム、カルピス、うん、ゼリー、イボの糸、イボの糸、うん、だね。だいたいそんなもんだね。だいたいそう。ハムがいいのよ。厚く切ってって言って、うんうん、あのボンレスのやつね。そう、はいはいはい、そういうのがいっぱいポンポンポンと入ってて、うん、な、今日のハムは厚く切ってって言って、イエーイ、ハム厚く切ってもらってました。で、それと一緒にカルピスをね。カルピスカルピス届いた時の盛り上がりようは異常。いや、カルピスって本当に夏の代名詞だと思う、うん、いいよね。カルピスがいいもん。もうカルピス CM もいいもんね。あれ、今のカルピスはん CM やってる？ちょっと前は神木くんとかだったよね。長澤まさみ。え、今も長澤まさみさん。カルピス子供たちも出てるやつか。へえ。もう最近さ、長澤まさみさんさ、なんだっけ、あのさ、虫コナーズのイメージ。 CM の見たことない。え、嘘、見たことない、うん、なんか結構なんか癖のある役で、うん、なんかお隣さんがみたいな、虫コナーズにしたんや、買ったみたいな。どういうこと？なんか去年までは虫コナーズ的なものを下げてたんやみたいな。あー、そういうこと。でも今年は虫コナーズ下げてたんや、買ったわみたいな。なんか長澤まさみ節だなって思ってました。めっちゃおもろいじゃん。そんな方がカルピスの CM もやってんの？すごいね。長澤まさみさんはもういろんな CM に出てるもんね。ほんとだね。美容からも食品からも。いや、そういう、そうよ、すごいんだから。 CM に起用する人ってやっぱりそのなんだろうな、それにちゃんと適した人物っていうか、カルピスを最大限に表現できる人だから、もう長澤さんにしましょうって。だってカルピスなんてさ、うん、クリーンなイメージないと絶対採用されないからね。確かに。そうよ。うん、なんかあんま広げられないけど。クリーンじゃ、確かにクリーンじゃない方がカルピスには使いたくないもん。いや、もうほんと、うん、あのポカリスエットとカルピスとか、なんかそういう飲料水系とかは、うんうんうん、やっぱちょっとね、クリーンなイメージがないと。確かにね、うん、ビールとかだとまた変わってくるよね。ちょっと変わってくるよね。なんかこう、ちょっとなんだろうな、深みがある人の方が欲しくなるかも。ビールの CM、うん、確かに。なんかリリー・フランキーさんとかビールの CM 出てるもんね。確かにね。妻夫木さんとかと一緒に出てたりする。妻夫木さんのやつはあれ、大人エレベーターはビールの CM だっけ。あれは多分ビールの CM。 そうだよね、いいよねあれ、うん、あとあの、私矢沢永吉さんか誰かがやってた時の、うん、あの桜とか以外、ピンクのもの以外は全部灰色なの。そういう CM あったよね。で、なんか桜とかだけちゃんと色が出てるみたいな。で、ビールは黄色、なんていうの、ビールの色なの。へー、覚えてないの。これあってよかった。もう殴られてたよ今。殴られてたよ。危ねー。なんか好きな CM みたいなのたまにあるよね。あー、私あれ、メルティーキッス。あ、ガッキーいいね。もう冬のキッスはもうどうよって。いや、雪のような口どけよって。最高やな。ガッキー最高。イエーイ。はい、ということで、はい、現在の番組予算はこうなっております。ということで、うらっくさ。はい、もうありがとうございます。はい。今週のコロンビアゲーム、うん、ここのスタジオで野菜を育てる権利をかけて、はい、絶対王者コロンビア大橋さんに勝負を挑みたいんですけれども、うん、コロンビア大橋さんになった。スタッフさんからメッセージが来ております。はい、
豚さん貯金箱に100円入れた人に100円につき1回大橋さんへの挑戦権を差し上げます。とうとうお金取り始めたからね。この番組の中で商売し始めたね。うちらもさ、大概山賊山賊って言われて、言われたね。いやもう大丈夫なんかみたいな、お前らみたいな、うん、精神的強すぎんかみたいな感じで言われてるけど、うん、こっちも大概よ。そうです。で、山賊が集めたチームは山賊になっちゃう。そうか。うん、チーム山賊 ね。え、どうすんの？100円入れるの？いや、私実は先週、はいの放送で100円払うはずだったのに入れてないのよ、うんうん、思ってました。うん、だから今入れる。野球選手が固い守りを決めている豚箱に。豚箱入れます。違うよ、豚箱。豚の貯金箱ね。大橋さん勝負だ。よし、こっち来て、こっち来て。今日なんか勝てる気がしてんだよね。本当、うん、なんでだろう、わかんない。なんかね、大橋さんがいつになく弱気なの。あ、気持ちで負けた時がもう負けた時だからね。本当のコロンビアに私なるから。いってらっしゃい、勝負だ。せーの、コロンビア。やったー。やったよ、あんた、あんたが真のコロンビアだよ。はい、じゃあ大橋さんちゃんとコロンビアになって、負けたんだから。なっちゃった、大橋さんが。今日からコロンビア日本代表は私だ。すごい、うわ、ついに日本代表コロンビアを破ったよ。やっぱり気持ちですね。気持ちがやっぱ一番大事ってことを今世界の皆さん証明できたかなって思います。ありがとうございました。素晴らしかったです。今日の大会をもちまして見事日本代表になりました高橋みなみさんのインタビューでした。ありがとうございました。カット。おー、すごい、マジでやってんじゃん。え、これでプランター？どうする、育てやすいのかしようよ。なんかね、確かに。もやし、もやし、じゃあもやし育てよ。よし、もやしを育てよう。もやし育てます。イエーイ、嬉しい。で、収穫したら食べようね。食べよう、みんなで食べたいと思います。お願いします。勝ったぞ、ついに。ついに勝ってしまったな。しゃあ、今日はほんとそんな気がしてたのよ。見事でしたな、うん、ちょっとこの調子で開けます。嘘、うん、開けたいんだね、うん、この調子でいける気がする。でさ、この机の中にあるさ、唯一お金かかる食べ物なのよこれ、うん、これを率先して開ける、すごい。さすが、今の笑い方長澤まさみさんみたい。すごい。開けます、いけ。あー、そう簡単にはいかないかな。おいしそう。うん、あとさっきスパイスで拾った。チートス。めちゃくちゃ美味しい、これ。これめちゃくちゃ美味しいの、ね。みんなもよかったら。よかったね、落ちてて。ラッキーだった、うん。今日はついているかもしれません。今日はついてます。高西はよろしくお願いします。ねえ。高見と大西の高西や。それではお送りします。よろずかわらばん。普通歌読みます。はい、八橋万太郎さん、ありがとうございます。ありがとうございます。高見菜、大西さん、こんばんは。こんばんは。自分は子供の頃、家電量販店の小島が怖かったんです。何が怖かったかというと、うん、看板に嫌がった太陽マークです。嫌がった。目を合わせると襲ってきそうな気がして、うん、小島の前を通らないでといつも親にお願いをしていました。かわいい。しかし、その太陽マークは2013年に廃止となりました。え、2013年以降に生まれていれば、あんな恐怖を体験せずに生きていけたんですね。お二人が子供の頃になぜか怖かったものって何ですか？え、太陽マーク死んじゃったの？え、そうなんだ。知らなかった。知らなかった。え、あのなんかちょっとなんかサイコパスっぽい笑いのやつでしょ？なんかもう、いや、そうそうそう、なんかすげえ頑張って笑ってますみたいなやつだよね、小島の太陽マークって。ああ、え、そんな怖くない気するけど。いや、口角の上がり方じゃない？なんかちょっとすっごい無理してるもんね。確かにピエロ味がちょっとあるかも。あ、そうそうかも、そうかも。へえ、知らなかった。今これじゃなくて何なの？もう文字だけ？あー、うん、赤い
下の色に小島って白地の抜きがされてるっていうこと、うん、あ、もうキャラクターは捨てたの。へー、知らなかったね。全然知らないわ、うん、なんか全然知らない地方のスーパーとかいっぱいあるよね多分。あー、確かに。ヤマシンって知ってる？知らない。ヤマシンと、え、知ってる人います？ヤマシンって名前だけ。ヤマシンといえば 何屋さんですか？あ、知らないんかい。ヤマシンといえばそのスーパーみたいな人と、私のヤマシンはそのいろんな、なんていうの、工具とか、うん、木とかいろいろこう DIY できるものが売ってるものなのね、とこなのね、うん、地方によっても違うんだなと思って。へえ、なんかね、出身の、あ、出身がシティなんだよな。すいません。そうだった。そうなのよ。だから北海道でいうセイコーマートみたいなさ。何それ？知らないの？知らない。セイコーマート、あんた知らないの？知らない。うわー、北海道といえばセイコーマートじゃん。へえ、うそー、知らない。誰か北海道の人、セイコーマートの魅力を高宮に伝えるメールを送ってきて。ほんと全然私なんかその他のその都市のことを全然知らないんだよね、うん、なんか特産物を言えるぐらい。おーおー、でもそれ強くない？あ、ごめん、なんか言えるのと言えないのがある。え、じゃあ行くよ、うん、福岡県。え、あ、明太子。あー、びっくりした。いいよ、めちゃくちゃあるやんって思って今。なんかでもさ、結構こう主要都市みたいなのさ言われると、うん、なんかどこ出身なんだとか言われると、うん、なんとかってこうその都市の名産物を返すっていうことをしてて。いいじゃん、スタッフさんでやろうよ今。いいよ、やろう。チョコおじ、はい。いや、私も思ったよ、岐阜。あ、しょっぱなから難しいとこ来たな。最後、最後、最後ね。じゃあこっちからいく。あ、シティボーイ。あ、もう埼玉。埼玉って、言ってない、埼玉の。ね、これ何？飛んで埼玉のポーズ。特産物じゃないじゃん。特産物あるんですか、埼玉？ない？やばいじゃん。本当に言ってる？本当にないの？埼玉県、じゃあちょっと東京、埼玉パス。オッケー。はい。いや、シティーボーイ。シティしかいないの？じゃあ岐阜よ。岐阜ね。岐阜あるんですか？特産物。うん。あ、言っちゃった。チョコ味。フルーツもあります？フルーツ、僕のとこだと柿。言っちゃうんだもん。当てさせてくんないんだもん。柿じゃなくて柿。柿、埼玉あった？埼玉あった。ピーナッツ、それは千葉や。千葉、私ね、千葉。はい、梨。あ、違うか。千葉も梨なんだよね。有名ですか？聞いたことあるレベル。野菜？野菜？野菜で聞いたことあるってこと？ちょっとごめんなさいけど地味ですか？ふき。なずな。埼玉。はい、深谷ネギ。あ、すごいじゃん、天才だ。イエーイ。ということで、高見菜は特産物を言うのが特技でした。ありがとうございました。ありがとうございます。あ、なんだっけ、あ、メール読んでたんだ私たち。え、本当に分かんなくなるね。ちょっとこれやりたい。まだいける？行っていい？いいよ。ポンズとしおさん、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。高見菜向けの小学生レベルの問題を出します。おーおーおー、かかってこい。第1問、デデン。お、太郎くんのお母さんには5人の子供がいます。はい。一郎、次郎、三郎、四郎。さて、もう一人の子供の名前は？なめてんの？分かっちゃった？太郎。おー、イエーイ、すごい。なめんなよ。過去の高見菜だったらゴロって絶対言ってたのに。これが進歩ですよ、人間学びます。いつまでも同じところでとどまってる私じゃねえぜ。じゃあ次ね。いいよ。第2問、ででん。沙織ちゃんはバーベキューをするためろうそく、新聞紙、木の枝を準備しました、うん、しかしマッチはたった1本しかありません。
沙織ちゃんは何から火をつければいいのでしょう。は？またこれ私もわかんない。沙織ちゃんはバーベキューをするためろうそく、新聞紙、木の枝を準備しました。しかしマッチはたった1本しかありません。わかったです。え、嘘、私分かってない。分かんないの？分かんないの？どうぞ。マッチです。月国城だぜ。痛い。かかってくんじゃねえ。月国城だぜ。うーわーつーぶぶーせー。わかる人しかわかんないからやんな。月国城。あ、ほんとだ。沙織ちゃん、沙織ちゃん無理です。バーベキュー多分できないですね。皆さんぜひ沙織ちゃんがわかる問題送ってきてくださいね。そうだよね、たったの1回わかっただけで。いやいや、もう今日の私は最強よ。コロンビアゲームでも勝つし、クイズにも答えちゃうし。まあでも確かに精神力がある人が一番強い説あるからな。ということで以上、よろず河原版でした。悔しい。高港大西の高西屋。ここからはこちら、よろず相談。はい、このコーナーはよろず屋である我々高西屋の評判を高めるための事前事業を、視聴者さんからのお悩みを解決し、社会的信用を高めていくコーナーです。はーい、それでは早速相談メールを紹介します。え、うざい。ペンネームペナコさんから。普通になるんかい。私はしゃっくりが出やすい体質なのが悩みです。ペナコの喋り方。友達と楽しく喋っている時に急にしゃっくりが出たりして酔っ払いコントかよって笑われます。お前だよ。いろんな止める方法を試していますが、なかなかぴったり止まるものがなくて困っています。お二人はアフレコ中にしゃっくりが止まらなくなったこととかありませんか？うん、もししゃっくりを止めるいい方法があったら教えてください。やめて、その喋り方。私もう次ペナコさん来たら、あの喋り方の人になっちゃう。思っちゃうわ。咳止まんないことはあるけどな。あどうした？今見た？目の下のこトン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 。これが、これが咳を止める方法？違うよ、かゆかったの。あ、かゆかった。ここがかゆくて。はい。しゃっくりね、私もしゃっくりたまに出るけど、うん、私も出る。なんか気にし始めたら終わりだと思って、気にしないようにしてる。したらいつの間にか止まる？うん。あ、私もそうかも。なんかマジでやんなきゃいけないから仕事って、うん、その前になるとなんか止まってる。それはすごいわ。頑張って止めるの？え、じゃあ仕事の時になんない、しゃっくり。私結構仕事の前になる。でも結構なんかってやってるイメージあるわ。うん、うってなって、うん、うって家とかからなって、やばいよこれ収録できないよって思ってるけど、着いたら終わってる。へえ、すごいね。なんだろうね、プロ意識かな。私本当になんかマジでやらなきゃいけない時は止まるんじゃない、みんな。でもさ、なんか痙攣なんだっけ、しゃっくりって。横隔膜の痙攣だよね、うんうん、確か。だからなんか前に奇想天外ニュースみたいので見たんだけど、うん、なんか止まらなくなって、もう一生止まらない人がいんの。ほう。でももう日常生活に支障をきたしまくりじゃん、うん、でもなんか止める方法を探してるってずっと言ってた。じゃあ未だに止まってないかもしれないんだ、うん、多分何年も。一生だよ。それ辛くない？めちゃめちゃ辛い。しゃっくりしてる間ってさ辛いよね。辛い。なんかもう何しようにもなんかってなってさ、うん、だから止めてあげたい。私ペナコちゃんの、ペナコくんの、ペナコちゃん、ペナコさんの、しゃっくりを止めるいい方法があったら教えてください。うん、教えて。あのコップにさ十字でさ、うん、なんか箸かなんかをやって、お、上に置くってこと？そう、うん、で全部の場所から水飲むと止まるっていう、ね、どうやって？知らん。なるほどね、うん、こうで、うん、やってみ、こう、そう。どう、止まりそう？止まりそう？止まりそう。ほんと？あと頭に血のぼりそう。でもさ、その原理だったらさ、
あれは鉄棒やったら止まりそうじゃない？あー確かに。あでも鉄棒がないのか家に。公園、公園に行くんだよ。でも最近公園に鉄棒あんまないよね。うそ、しゃっくり止められない世の中が作られ始めてる。マジか、怖。公園に行くんだったら水飲む方が早い。あ確かに公園行くんだったら水飲む方が早いって確かにそうだね。本当だ。じゃあ私マジ意味なかったんだ今までの人生。そうだね、回してるだけ、回してこの全部から飲めばいいんだと思って、うん、そう、えだからおまじないだと思ってたなんかの儀式、儀式だと思ってたけど、うん、本当あのペナコさんのおかげで私もこれからのしゃっくりなんか向かっていけそう。しゃっくりに学ぶことがあったね。学べた、ありがとう。よかった。本当私のことも解決してもらって、なんか悪いな。ありがとうございました。大橋さんじゃん、解決したら。すごいね。はい、ということで、ペナコチさんの悩みが解決したらいいな。はい、うん。今日の回答が参考になると嬉しい。同じようなこと言ってるね。はーい。違う。くんな、くんな。ディスタンスよ。早く閉めてよ、もうこの空気嫌だわ、ほんと。閉めらんなくなっちゃったみたい。でも私は絶対にカットしない。この高見のをみんなに見てほしい。笑い転げて。この人ね、涙出ますよ、きっと。こんな高見の見たことないでしょ？責任は取れませんので、あしからず。以上、よろず相談でした。なんで泣いてるの？高見のと大西の高西屋。続いてはこちら、失敗から学ぶ経営学。新しい挑戦に失敗はつきもの、大事なのはその後です。失敗を糧にして成功を目指すものが本物の経営者。高西屋という番組も多くの失敗談から学んでいきたいと思います。ということで紹介します。はい、レタス太郎さん、ありがとうございます。ありがとうございます。中学生の頃、殴り合いの喧嘩を始めた友人2人の間に、うん、やめろよと割って入ったら左右から同時に顔面を殴られて気絶したことがあります。そのおかげで喧嘩は収まったそうですが、しばらくの間僕は笑い者にされました。でもすっごい勇気。確かにね。ね。うん。すごっ。本当に大事な友達同士だったのかな。こんな漫画みたいなことあんだね。あるね。なんかドラマとかでは見たことあるかもしれないけど。ボフみたいな。スローで撮りたかったな、ね、レタス太郎さんの顔。すごっ。ね。あるこういうの。喧嘩の仲裁ってさ、うん、女の子の喧嘩ってこう物理っていうよりはなんかこうワードじゃん。確かにね、うん、でも常に学校で中立だったからさ、なんか難かったよね。なんかでもみんな仲良くしてくれるんだけど、うん、あそことあそこバチバチみたいな。すごかったよ、教室の中で四角の端と端にいたもん。対立してる子たちが。あ、そう。で、なんか、あ、休み時間とかってこと？そう。やば、あいつムカつくよねみたいなってなってたら、こっちもあいつマジムカつくってなってて、へーってなってた。真ん中ね。へーって、外行こうみたいな。逃げた。それがいいよ、うん、一番間に挟まれてる人一番かわいそうだからね。なんだろう、どうすればよかったんだろう。どうすればよかったんだろうね、うん、でも あれじゃない、間にこういうアクリル板さ、やめろよって言って、バーってバーってバーって痛いバーって初期に戻って、 その痛みがさ、相手の痛みだみたいな感じでなんか言って、あごめんな、本当に悪かったよってなるわけか。じゃあこれをみんな持ち歩こう。どうね、それぐらいしか無理よね。だって先生呼んだってさ、事態はさ悪化する一方やん、うん、いやそうなのよ、先生って意外と火種になったりするんだよね。なる、ね、何なんだろうね。だっけ、結局わかんないけど、なんかこう大人に相談しても解決しないのが学生の喧嘩だから、うん、確かにそう。そう、大人は何でもなんかこう
ロンスってサトスじゃん、なんか、うん、そうじゃないんだよっていうね、そうこっちは感情論なんだよここみたいな、っていう、そう喧嘩さすときゃいいんじゃない。でも確かになんか男の子たちって喧嘩を超えてより強い友情で結ばれるっていうのを漫画でよく見る。確かにそうだね、うん、いや私なんか一回さ小学生であったのがさ、うん、なんか美術の授業でみんなあのいろんな美術室のね机に並んでこう絵描いてたりしたんだけど、うん、私の背中側2人がめちゃくちゃ喧嘩し始めたの、うん、でその時こう絵画の授業みたいな感じで絵の具使ってたんだけど、うんうん、もうはちゃめちゃに喧嘩してて、うん、私はでも知らねえと思ってこうやって絵描いてたので家帰ってさ服脱いだらさ背中絵の具だよふざけんなよと思ってさすがに親が電話してたよね、みたいな、背中絵の具だらけなんですけどってなって、そう、そういうかわいそうな人もいるから確かにみんなちょっと、まあ、気をつけて。そうだね、喧嘩は周りとディスタンスをとってやりましょう。そう、もう2人の中で完結するのはそれが一番いいから。確かに確かに、でも最終的には仲良くなった方がいいよ。そうだぞ。はい、ということで、お挑戦できるよ、入れたらコロンビアゲーム。マジでやろうかな、うん、いいよ。あ、これ入れるの。でもそしたら、なんか言えばその時はその時。あ、じゃあ私モノマネやって百おじだって百円おじさんになっちゃったよ。チョコおじだ、百おじ、チョコおじから100円もらってそれ入れようかな。あ、なるほどね、うん、じゃあモノマネやる、なんか言って。え、頑張るね。え、だからそれをいいのよ、もういいじゃんもういいじゃん、そこで。じゃあ、お猿のジョージ。おかん、おかくん、はぁー、くん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 、ちょっと、もうちょっと一回ちょっと一回、ちょっとお猿とかじゃない、もうちょっとみんなが万人に共通してあるイメージのお猿のなんで泣いてんだよ、私が泣きたいわ一番なんでお猿のジョージ振りが悪いよ、振りが悪い。ノー100円このコーナーでは皆さんから失敗エピソードを募集します。大きい失敗から小さすぎる失敗まで何でも OK、 お待ちしております。以上、失敗から学ぶ経営学でした。お送りしてきました高見と大西の高西屋、いかがでしたでしょうか。番組では各コーナーへのメールをお待ちしております。メールアドレスは高西アットマークセカンドショットドット JP です。各コーナーは番組ホームページにも掲載していますので、ぜひ確認してみてください。この番組の経営母体セカンドショットではチャンネル会員を募集中。会員になるとこの後23時からアップする番組のアフタートークや完全版アーカイブが見れちゃいます、うん、コスパがいいと噂のセカンドショットチャンネル、よろしくお願いします。番組にプラスされる予算獲得に向けて番組ツイッターへのフォローお願いします。高西屋グッズがセカンドショット通販で発売中。イエイエイ。 A4 ステッカーは購入1枚ごとに番組予算がプラス50円、引き続きよろしくお願いいたします。セカンドショットフェス2020無観客配信で開催します。今週の今週の土曜日だって。150万円、早い。応援お願いします。お願いします。高西屋第37回、大西さんの100円を入れる儀式が始まります。はい、わあ、入れました。素晴らしい。噛みましたからね。はい、最近ちょっと甘々判定になってるから。そうだね、そうなのよ、優しめ。うん、いやなんか頑張ったね今日。なんかちょっと笑いすぎて、うん、今もう健康体って感じ。素晴らしい、うん、でも私お猿のジョージだけは本当に一生許さないお猿のジョージに罪はないけど、私も嫌いになってしまいました。チョコおじがさ着てるんだもん、お猿のジョージの T シャツを。本当にそれお猿のジョージなんですか。ただの猿じゃなくて。ただの猿じゃない、お猿のジョージ。せや、締めます。みんなはお猿のジョージのこと愛してください。高西はここまで。高橋みなみと
大西沙織でした。バイバーイ。バイバイ。